2号機の機体に雨あられと降り注ぐ攻撃、その一つが偶然にも欲望ロボの原動力であるコアに当たった。瞬間目を貫くほどの閃光が辺りを包んだ。みんな、お兄ちゃんごめんね。その一言を残し2号機は爆散した。怒りに我を忘れたコータは動かぬ1号機を捨ててナイトメアハンターに襲いかかる。よくも見ろ！2号機の激しい爆発、それはミーナの死を意味するものだった。その瞬間コータが上げた絶叫を、その場にいた者たちは生涯忘れないだろう。次回、絶望、そしてそれでも戦わなければ待っているのは死のみだ。